いつもご視聴ありがとうございます。 1.6.0C 情報カード壁の根の湯地下を使って対戦していきます。全バージョンより各味方部隊数で武力上昇値が1ずつ増えました。指揮官で最大武力プラス6出ることや多少部隊がいても武力が出るのは良いですね。しかし最大でも武力12なので亡霊陣形相手だと根の井だけではさすがに厳しめ。先に根の井を出して様子見しつつ別の計略を合わせることもできるのはメリットです。指揮官でうまく守れればカウンターもできますね。それでは対戦よろしくお願いします。不利じゃないかだと？逆だよ。森の全てが俺の味方だ。まだ飲んでいただったんだが、おりゃん、えい、おりゃん、おっと、これが新選組の戦い方だ。ゼロー！あばよ兄弟！動けない。あばよ兄弟、敵に背は見せん。楽じゃないとは分かっていたが、この剣と共に結局俺を頼るんだろ。流派発動、二の方流派発動、一の方切る、ルクの先は取ってやる。目覚めろ、身分の狼たちよ。やってしまった。なあ、だって動けん。喧嘩で勝てると思った。戦機解放、研ぎ澄まし勝機を逃さず進むのです。暴よ兄弟、せよ、おみゃん、結局俺を頼るんだろ。おみゃん、ゆっくりしゅ、敵に背は見せん。いじめないでください。
たちの相手は俺だ。流派発動。三の方。尋常に勝負戦。おみゃん。無駄な抵抗はやめよ、ゼオ。流派発動。一の方。剣と共に捕虜になってはいけません。もう眠いです。切る。逃げろ逃げろ。おみゃん。お前たちの相手は俺だ。おみゃん。切る。さあだよ兄弟。おみゃん。切る。さあだよ兄弟。おみゃん。切る。歌舞伎者が報酬あり、その身で知ってもらおうか。楽じゃないとは分かっていたが。逃げろ逃げろ。なあだってって動ける。いざ尋常に勝負戦。気にせは見せん。松風はどこ行った。最後までご視聴いただきありがとうございました。頑張って更新していきますので応援よろしくお願いします。